メイクがほとんど終わりました。終わりました。今日はこんな感じです。髪型もこんな感じに素敵にしていただきました。二人も写しとこう。はーい、パリチーム。さて、ショーに向かいたいと思います。明日明後日ってワールドカップもやるわけでしょ、パリコレもやるわけでしょ。結構大変だよね。よかったね、初日なくて。ジャドールの展覧会に向かってます。
ファッションショーが終わってベトナム料理を食べに来ました。これなんかサーモン照り焼き味、はい、これなんか自然風の揚げた鶏をご飯の上に乗せた豪快な、ちょっと混ぜたんですけどビビンバなので混ぜて食べるものです。おいしい。おはようございます。エッフェル塔を見ながらヨーグルトをいただきます。すごい、多分グルテンフリーグラノーラのパフェです。今日天気昨日ファッションショーでモデルさんたちが着て歩いていたルックのどれかを着てファッションページの撮影なので楽しみです。